レイキャベスニーってとこですかね。先ほどの、お湯が湧き上がってる近く、レイキャベスニーというところだと思います。高台まで、上がってきたんですけれども、鳥がたくさんいますね。ここは結構そうですね、波の迫力もありますね。岩にぶつかる波が結構、迫力あるように思います。黒砂のビーチのところのあそこも迫力ありましたけど、ここも結構やっぱり岩にぶつかるっていう意味でいきますと結構迫力がありますね。観光スポットの一つではありますけども、団体ツアーですね、旅行のツアーでも入れてもらってもいいのかなと感じはしますけど、先ほど上からも撮影しましたけども、 LD アイランドってとこなんですかね、あそこが。非常に鳥居がですね、たくさんいる場所です。先ほど上からも、撮影したところですかね。島なんですけど、非常に紛らわしいのがこの手前、ここも島があるんですけど、奥の方にですね、非常に見づらいんですけれども、カメラで入りますかね。うっすらと、映っているところがあるかと思いますけども、あちらが、島ですね、離れているところです。ズームインしてカメラですとようやくぼんやり見える感じですかね。アイスランド非常にですね、天候悪い日が続いてましたんで、この遠方の島が見えるっていうのは非常にラッキーだったと思います。ぼんやりですけれども見えますね。雲もだいぶ少ない状況で、自分の真上は大空ですね。1週間近くいる中で、今日初めてですね、ここまで、晴れ渡ったのは初めてですかね。
ちょうどラッキーな時に来たということです。先ほどの離れていた島ですけども、15km 離れているということですね。77m の島、15km 離れていると書かれています。先ほど、丘の上からも撮影しましたけれども、灯台のようなところですね。ここからは海岸まで距離がありますので、どちらかというと、発電所の辺だったりですとか、あとはもう一つの先ほども撮影しましたけど観光スポットの、あのお湯が湧いているところですね、今撮影している方向ですけども、そこらを撮影するには非常に景色がいいところですね。